こんにちは、松永製作所です。今回は松永的長く座っても疲れにくい車椅子を選ぶポイントについてお話します。なぜ車椅子が長く座ると疲れやすいと言われてしまうのかそれはリラックスが目的の椅子と比較して、一般的な車椅子は背もたれ高さが低いことに原因があるのではないか そしてこの背もたれ高さの違いが疲れやすさに影響を与えてしまうのではないかと我々は考えました。そこで今回伝えたいこと。それは背もたれ高さの違いが疲れやすさに与える影響。そして松永のグレイスコアによるその対策を踏まえた上で、あくまで松永的ではありますが、長く座っても疲れにくいと思われる車椅子のチェックポイントをお伝えしたいと思います。 この動画を見ると、長く座っても疲れにくい車椅子を選びたいという時に、車椅子のどこを見たらいいのかということがわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。まずはなぜ車椅子は背もたれ高さが低いのかというと、それはもし車椅子の背もたれが高いと、このように背シートや背もたれパイプが肩に当たってこぎにくくなってしまうからなんです。 一般的なリラックスが目的の椅子の背もたれ高さは大体5 5センチから6 0センチ。それに対して一般的な車椅子は4 0センチしかありません。これはどういうことかというと、椅子は体を支える面積が大きく、車椅子はその面積が小さいということを意味します。では背もたれが低い車椅子に座ると姿勢がどうなっていくかというと、このように 体が前に滑っていってしまうことがよくあります。ここで松永的、長く座っても疲れにくい車椅子のチェックポイントとはということで、我々が考える2つのポイントをご紹介します。まず1つ目のチェックポイントは、当然ですが、セシート高さは十分にあるかということです。ちなみにグレイスコアは56センチの高さがあります。 一般的なリラックスが目的の椅子と比較すると従来の車椅子は明らかに背もたれが低いんですがグレイスコアはほぼ同じ高さになりますそして背もたれが高いことによるこぎにくさへの対策としてグレイスコアは背もたれパイプを後方に小さく3回曲げてありますそれによって グレイスコアでは体がしっかり起きて肩も自由に動くのでこぎやすさを維持することができるんです。そしてよく見ると椅子の背もたれもしっかり後方に曲がっているんですよね。こうやって見るとグレイスコアが体を休めるという目的にも使うことができる車椅子なのではないかということがわかります。そして二つ目のチェックポイントはフレームにぐらつきはないか。 ということです。一般的な車椅子はこのような左右のぐらつきがあるものが多いです。とても大げさな比較になりますが、不安定なバランスボールの上で長い時間座ろうと思うと当然疲れてしまいますよね。ではなぜ車椅子には左右のぐらつきができてしまうのか。それは椅子と違い、 車椅子は折りたたみ構造であるということがその理由だと考えられます。ちなみにグレイスコアのフレームは、競技用やスポーツタイプの車椅子の合成を高める技術をふんだんに詰め込んであります。そしてそれによって、折りたたみ構造にもかかわらず、ぐらつきを限りなく小さくし、一般的な椅子と同じぐらいの座面の安定感が得られます。今回の動画を見て、 長く座っても疲れにくいってどういうことだろうそういったところにも意識して車椅子に目を向けてくださる方が少しでも増えたら嬉しく思います。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。